こんにちは。鈴木販売宇都宮東の酒場です。鈴木販売宇都宮東の中田です。本日の動画ですが、当社で行っている鈴木軽トラ市のお話になります。鈴木軽トラ市を始めて約2年が経ちました。ここまで続けてこられたのは、鈴木軽トラ市にご参加いただいた皆様方のおかげです。本当にありがとうございます。その軽トラ市の参加費として皆様方からお預かりした募金がいくら貯まったか数えて、公益財団法人下野小学会にお渡ししたいと思います。私たちは車業界でお仕事をさせていただいてます。しかしその車によって悲しいことが起きてしまう現実もあります。その方々へ少しでも役に立てないかと思い始めた軽トラ市。コロナ禍で開催もできなかった時期もありましたが、スタッフ一同強い思いがあり、ここまで続けてこれました。本当にありがとうございました。では早速募金箱から出して数えていきましょう。皆様方からお預かりした金額ですが、合計で58,700円になります。本当にご参加いただいた方々のおかげです。それでは公益財団法人下野小学会にお預かりした募金をお届けしたいと思います。
公益財団法人下野小学会様に無事お渡しすることができました。地方紙ですが下野新聞に掲載されましたのでご報告いたします。参加いただきました皆様方、本当にありがとうございました。それからもう一つ皆様方にご報告があります。長らく続けてきた鈴木ケイトライチですが一旦お休みしたいと思います。楽しみにしてくださったお客様、本当に申し訳ございません。あくまで辞めるのではなくお休みと考えております。いつになるか分かりませんが、いつかまた鈴木ケイトライチが再開できるようスタッフ一同頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。また YouTube ですがカスタムジムニーや本格的な整備の動画など少しずつではありますがアップしていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。今回の動画いかがでしたか？ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。鈴木ケイトライチを始めて約2年が経ちました。これまで続けてこられたのは鈴木ケイトライチにご参加していただいた皆様方のおかげです。本当にご参加ご参加いただきました皆様方、本当にありがとうございました。また連れてんじゃねえ。本当にですよ。本当にだろ。行きます。言ってるよ俺。すいません。ご参加いただきました皆様方。ちょっと連れてんじゃねえかよ。あくまでやめるなら言いつけんけど。何ちょっと待ってください。えっ、だからボポンってやってくれればありがとうございましたっていう。ありがとうございました。ボポンってありがとうございました。一緒に言うんでしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。さよならですよね。